はい、皆さんこんにちは。はい、ヤマトです。本日もですね、ランニングシリーズをやっていきたいと思います。今日は第7弾目のアライメント。はい、今日はこの本も、参考にしてやっていきたいと思います。このランニングシリーズなんですが、ランニングを再構築しましょうというのが目的です。で、この本のように、まあ、ランニングの理論、そして実践編をやることによって、ランニングを速く走ったり、もしくは長く走りたいということが目的になっております。では、今日の本題です。アライメント。まあ、アライメントとはですね、まあ、調整っていう意味なんですけども、まあ、走ることに関しては、まあ、足の位置のことを示しております。トレーニングしてるとき、トレーナーに、まあ、スクワットしてるときにですね、膝つま先をまっすぐにしましょうって言われたことないですかね。実は、それは間違ってるかもしれません。でも、合ってるかもしれないんですよね。まあ、そもそも、アライメントっていうのは、まあ、骨の骨格上、筋肉のつき方、強さによって変わったりするんですよね。で、それをアライメントは人それぞれ、まあ、僕の個人のアライメント、そして、まあ、見てる方のアライメントっていうのは一つあるんです。なので正解っていうのはないんですよ、アライメントに対して。なのでアライメント一番大事なのはあなたに合ってるかっていうのが一番大事です。今日は今のあなただけの正解を見つけていきましょう。こちら、はい、ではですね、今日やることは2つ目的があります。1つ目はですね、自分の正しいアライメントの位置を知ることがまず1個です。で、2つ目、まあ、走る際にですね、着地、足の位置ってどうなっているのかっていうのを、まあ、知ることっていうのはその2つになっております。ではまず最初のテストですね、まずアライメント、膝の位置、足首の位置を知ることのテストですけども、大天使のテストになっております。1個まず最初ですね、はい、両手で、お尻の横を触りましょう。股関節の横ですね、この時にですね、骨の位置ですね、ポコってなっているところを探っていきたいんですけども、まずこう横を触った時にちょっと突起物がこう出てきたりするんですね。ここら辺にポコってなっているところ、それをもう両手でポンと押さえつけます。で、この状態で立ってもらって、ここから足をですね、ちょっと浮かし状態で足を内側外側に回していきます。で、内側に行った時にこの大天使がこのポコっていうのが内側にぐるって回って、外側に行くと大天使が外側にぐるっていきます。で、この大天使見つけは非常に難しいんで、足がお尻から徐々に押していくと、あ、なんか出っ張りあるなって押さえてください。で、動かしていくと、あ、こいつ動いたなっていう動きになってきます。で、この時に内側に行く、ヒップアウトとかですね、これこっちがヒップインっていう状態になってくるんですけど、まずこの位置を確認します。で、こう動かしていって、あ、なんかきついな、こっちきつすぎるな、辛いなって、その真ん中の方で止めるのができます。で、反対も同じですね、内側外側にこうひねっていきます。ぐりぐりとねじるような感じですね。やってみて、あ、ここら辺かなって思います。で、この状態になった時に、はい、足の位置、膝の位置がまっすぐつま先になっているかどうかっていうのをまず確認していきます。で、この時にこの位置が楽だなって思った時に、膝が外向いている状態ですね。で、つま先も外向いている状態です。はい、この時お尻がねじれている状態なんで、まずこれが自分がどの位置になっているかっていうのを知るのが、まず大テンションテストになっております。なので、もし人によってはこれが内側外側やった時に、ここら辺だなって時にこういう風になりますね。で、膝が、はい、外側向いている状態です。っていう、まずどの状態になっているかっていうのを知るのが、まず大天使テストになっております。2個目ですね、スクワットテストになります。1個目の大天使の動きのテストをした、この状態でアライメントですね、膝の位置、足首の位置っていうのを探ってもらって、実際にスクワットをこの状態から軽く曲げていきます。で、この時膝の位置っていうのを非常に確認していきましょう。この時膝がまっすぐになっているのか、もしくは内側に落ちているのか、もしくは外側に行っているのか、もしくはつま先が開いているのか、つま先が内側に行っているのかっていうのを確認していきます。で、このナチュラルなポジションの時に自分がどの状態になっているかっていうのを知るのがまず大事です。で、これが、この動きっていうのは、まあ、ランニングだったり自転車乗っている時でもこの動きが出てくるので、自分の足の動きってこうなんだなっていうのをしていきます。なので僕の場合はこの状態はまっすぐになっているので、ちょっと膝が外向いてるかなって感じになってます。右膝がですね、でもつま先、右膝つま先ちょっとずついくんですけど、まあ、この状態が僕の右足の状態になっております。はい、このテストをすることによって、はい、こちら、90人の足の位置、足のつき方っていうのが出てきます。僕の場合ですね、先ほど言ったように右足がですね、右膝が外向いてました。で、つま先も外、膝と同じ向きに向いてました。で、あった時には、ヒップアウト、膝が外向いてヒップアウトの状態で、膝と同じ向きになっているので、芯、硬いですよね、ナチュラルなポジションになっているので、この状態になっているのが僕の今の足の状態になっております。
左足になっていくと膝内側外側行ってなかったのでまっすぐつま先がまっすぐになっているのでこのナチュラルポジションこの真ん中のポジションですねこの風になっております。でこれ見てもらって分かるように足のつく場所っていうのは若干違うんですよね。この表の使い方なんですけども、まずヒップアウトっていうのは膝が外側に、向いている状態のことです。ヒップアウトです。ヒップナチュラルっていうのは膝がまっすぐになっている状態で、ヒップインっていうのは膝が内側に落ちている状態っていうのはこの3つのパターンで分かれていきます。で次、新イン、新ナチュラル、新アウトなんですけども、これつま先の位置ですね。つま先の位置がまっすぐ膝に対してまっすぐになっている状態というのは新ナチュラル状態です。これが膝より膝の位置よりも内側に落ちている状態、ねじれている状態っていうのが、新イン、膝の状態に対して外側に向いているのが新アウトになっております。なんで膝の位置に対してというのは非常に重要になっていくの で僕の場合先ほど言ったように、右膝はヒップアウトしている状態ですね。でもつま先の位置は膝に対してまっすぐなので新ナチュラル状態なのでこの状態になっております。皆さんの結果はどうでしたかね。僕の場合、右足、左足の位置が変わったと思います。で右足が若干開いております。だから走るときってなると僕は右足がちょっとこう開いた状態で走る可能性が高いですね。今の現状でしたら、左足はまっすぐになっているということで、まず自分の今のアライメントの位置を知るっていうのは非常に重要です。まあ、この目的としてはですね、パフォーマンス向上することもそうですけども、怪我のリスクを下げるということは2つになっています。で、これから動画を出してトレーニングする際には、この自分のアライメントの位置っていうのを気にしながらトレーニングしてもらえたら、パフォーマンスがどんどん上がっていきますので、今一度確認をお願いいたします。この走り方がいいよ、この動きがいいよっていう方もいると思うんですけども、アライメント本当の正解はあなた自身の体の中にしかないです。なので、それを探っていく、知るっていうことが一番重要になっていきますので、ぜひ定期的に確認をお願いいたします。このアライメント動画、すごい、良かったなって人はぜひぜひいいねボタンください。質問とか、コメントとかありましたらぜひコメントください。で、皆さんぜひ、こうやってトレーニングをしてもらって、自由な体になってもらって、たくさんの挑戦してもらいたいと思いますんで、また次回の動画をお楽しみに。